ヤフヤ・ゴルモ・ハマディは、イラン出身の元プロサッカー選手、サッカー指導者である。2013年1月現在、イランサッカーリーグに所属するペルセボリスで監督を務めている。現役時代のポジションは CB。ヤフヤは、ヤハヤとゴルモ・ハマディは、ゴルモ・ハマディや、ゴルム・ハマディと表記されることもある。彼は1971年3月19日に、 マーザンダラーン州にある都市、マフムーダーバードで生まれた。彼は幼少期からその才能を開花させ、プロサッカー選手を目指すことになった。ヤフヤ・ゴルモハマディは、プロサッカー選手としてのキャリアをペルセポリスで開始した。彼は1989年のトラークトゥール・サージー1で、プロサッカー選手として初出場を果たした。2年後、彼はプーラーへと移籍した。 プーラーでは4年間プレーし、その後1995年より再びペルセポリスでプレーした。1999年、彼はアフバーズのクラブフーラードに移籍したが、3年後には再びペルセポリスへと復帰した。2005年、ヤフヤはサバーバッテリーへと移籍、チームメイトとなったイラン代表 FW、アリダ A への助けもあり、ハズフィーカップ初優勝を果たしただけでなく、 AFC チャンピオンズリーグへと出場することになった。彼は引退を表明した2008年までサバーでプレーした。彼は冷静な判断力を持ち合わせた頭脳的なディフェンダーとしてイラン代表で活躍した。2002FIFA ワールドカッププレイオフのアイルランド代表との対戦ではアディショナルタイムに得点して チームを引き分けに導き、この得点により一躍有名な選手となった。2006年6月11日、ゴルモハマディは2006 FIFA ワールドカップ初戦のメキシコ代表戦で得点した。2試合目となったポルトガル戦では、ルイス・フィーゴに対し危険なタックルを行い、イエローカードを受けた。ゴルモハマディはこの試合で怪我を負っており、最終戦のアンゴラ戦には出場できない状態だった。 彼は2006年のワールドカップ後にイラン代表からの引退を表明した。彼は国際 A マッチ74試合に出場5得点を挙げた。ゴルモハマディは2002年アジア競技大会ではイラン代表に選出され同大会におけるイラン代表の優勝に貢献した。モハンマド・ホセイン・ジアイがサバーバッテリーの監督を解任されるとゴルモハマディは 公認監督に就任、初めて監督として、再敗を振ることになった。ゴルモハマディはリーグ戦10試合を残して、サバをペルセポリス、セパハンに続く3位に導いた。これは、クラブの歴史上最上位となる順位だった。次シーズンも監督を続ける、要契約交渉を行ったものの、ゴルモハマディは契約延長を断ったため、 フィールーズ・カリーミーが2008年6月に公認監督に就任した。2008年7月、ゴルモハマディはイランサッカーリーグ2部のタルビアートヤズドの監督に就任した。タルビアートは2008から09シーズンを3連勝と良いスタートを切ったものの最終的には5位でリーグ戦を終え、一部へと昇格は果たせなかった。彼は次のシーズンも指揮を取り、 チームを3位に導いたが、昇格プレイオフで敗れ昇格は果たせなかった。シーズン終了後、彼はタルビアートの監督を辞任、ナサージー・マーザン・ダラーンの監督に就任することとなった。2010年7月、ゴルモハマディは彼の地元のクラブであるナサージー・マーザン・ダラーンの監督に就任した。クラブは2010から11シーズンを4位で終え、一部昇格を 逃すことになった。2011年9月に、ゴルム・ハマディは解任された。アリダ・エが、ラーフ・フアーハンの監督に就任すると、彼はダイともにアシスタントコーチに就任した。ヤフヤはダイともに、ジェリコ・ミアッチのアシスタントコーチを務めたが、サバーから監督復帰要請があり、再びサバーへと戻ることになった。サバーの監督を務めていた。 アブデラ・ベイシーがペーカーンの監督に就任すると、ゴルモ・ハマディは、再び公認監督に就任した。サバー監督復帰は4年ぶりの出来事となった。ゴルモ・ハマディは1年契約で監督に就任した。監督就任後初の試合は、ペーカーンは相手の4から0の勝利で、この勝利でサバーは、リーグ首位に立った。サバーは翌週まで首位を守った。 サバーはペルセポリスもアウェイのアザィスタジアムにおいて2から0で破った。その後もガハルザーグロスを1から0で破ったが、ゴルモハマディは心臓合併症により病院への入院を余儀なくされ、監督も9月24日で退任することになった。9月24日時点におけるサバーの順位は7位だった。2012年9月25日、ペルセポリスはゴルモハマディが モフセンアシューリの後任としてマヌエル・ジョゼのアシスタントコーチに就任すると発表した。彼は9月26日に正式にアシスタントコーチとして仕事を始めた。2012年12月7日、ゴルモハマディはトレーニングキャンプの期間中にジョゼが会長から解任通告を受けると代行監督に就任した。2012年12月10日、彼は正式に 公認監督に就任し、クラブとシーズン終了まで監督を務める契約を交わした。彼はペルセポリスで新しいアシスタントコーチとしてビンコ・ベゴビッチとカリム・バーゲリを指名した。監督就任後初の試合は、ハズフィーカップにおけるマラバーンとの対戦で、カリム・アンサリファルドのハットトリックやゴラム・レザ・レザイなどの得点もあり6から0で勝利した。リーグの初再敗は、 サナトナフト戦で22で引き分けた。ファジュルセパーシー戦で2 0と勝利し、ペルセポリスにおいて初白星を挙げた。最終更新日、2010年6月3日、最終更新日、2012年12月30日。ありがとうございます。